軍はアメリカ合衆国上ジ,ジア州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は175,511人であり、2000年の98,407人から78.4%増加した。軍庁所在地はカミング市であり、同軍で人口最大の都市でもある。フォーサイス軍はアトランタ大都市圏に属している。 フォーサイス軍は2000年代の数年間における人口成長率で国内でも最大級に成長速度の高い軍である。この人口増加はアトランタ市に近接していることとアトランタ地域で働く人々に通気可能なことをアピールした結果によっている。高収入の専門職が移転してきた結果、雑誌フォーブスの2008年世帯あたり収入軍別国内ランキングで13位に入った。 その値は84,872米ドルであり、州内で最高、現在のところ国内30位になっている。フォーサイス軍の1980年代は、過去の極端な人種差別から変わってきたことを示すために、公民権運動の動きとそれに対抗する動きがあり、全国的なメディアの注目を集めた。また、軍の東側協会をなすラニアコがあり、アトランタ大都市圏や、 下流のアラバマ州及びフロリダ州を脅かすような干ばつがあり、その水資源が不足していたことでも全国の注目を浴びた。フォーサイス軍は1832年に他の旧軍と共にチェロキー軍の領域から分離して設立された。この領域では1829年に金が発見され、前年の1831年にチェロキー軍領域が形成されていた。 元々入っていたチェロキー族は涙の道によって強制移住させられた。軍名は1827年から1829年にジョージア州知事、その後アンドリュー・ジャクソン、マーティン・バン・ビューレン領大統領の政権で国務長官を務めたジョン・フォーサイスにちなんで名付けられた。長年土地は農業に使われ、そのためにかなり貧乏でもあった。 1950年代に養鶏産業が始まってから経済の着実な成長が始まった。また、ジョージア州道400号線が計画された。この400号線は1971年に開通し、軍域を抜けて北に延伸された。この延伸で人口増加を促し、軍はアトランタのベッドタウンになった。今日のフォーサイス軍では、 新しい家屋取得者の比率が高い。近隣のフルトン郡で起きている急速なスプロール現象と急騰した住宅価格のために多くの裕福な専門職が郡内に転居してきた。現住民の60%以上は1987年時点でよそに住んでいたか、その後に生まれたものである。2008年、その前の数年間で国内でも 成長速度の高い群重血に入った。優美な家屋のある新しい街が作られ、世界クラスのゴルフコースも作られた。アトランタやブルーリジ山脈に近いこと、面積3万7千ウェーカーのシドニーラニア湖に隣接していることで、大都市圏住人の多くをこの地域に引き寄せた。水需要が問題になったことや、成長を維持したい,いくつかの群が結束して高い質の、 生活を維持しようとしていることで成長は鈍化している。1912年の人種問題南北戦争後白人と黒人の間に大きな変化が起こり南部中に影響する問題を生じさせた。北ジョージアでも人種間の緊張が暴力事件を起こした。その一つの例が1906年のアトランタ人種暴動であり20人以上が死亡し軍内に 人種問題を残した。1912年秋までに、周辺地域と同様に人種が混合する社会になっていた。1910年国勢調査では、白人1万847人、黒人658人、村あと440人であり、黒人の構成比は5%を超えたところだった。1912年9月、エレン・グライスが、 黒人二人に襲われ強姦されそうになったと告訴したのが始まりになった。それは9月5日木曜日の夜に起きていた。9月7日土曜日朝、この暴行未遂事件の容疑で5人の黒人男性が逮捕され、その中にはトニー・ハワイルとイザイア・パークルが含まれていた。その日の午後、黒人協会に属する多くの者たちが群中から集まり、 町のすぐ外で開催されたバーベキューに参加した。集まった者たちの中に黒人説教主グランとスミスがおり犠牲者とされる者の性格に疑問を投げかけた。この発言が白人市民を怒らせ馬の鞭でスミスを叩いた。スミスは警官に救出され安全のために軍庁舎に閉じ込められた。その後に白人と黒人市民の間に脅威が生じた。 黒人が町を爆破すると脅しているという噂が広がった。白人市民はすでにグラントスミスのことで激怒しており、300人しかいない、町に500人のボート集団を作り始め、監獄に押し入って収監されている黒人をリンチにする話が出てきた。事態が悪化したので、午後1時半には保安官がその代理25人を任命し、州知事に電話をかけて、 近くのゲインズビル市から23人の州兵を要請した。アトランタの新聞全紙の一面に掲載されたロブ・エドワーズのリンチに関する記事。リンチ被害者の体が損傷を受け誰が殺されたかわからなかったために最初の記事では犠牲者がエド・コリンズとされていた翌9月8日日曜日、現在は修道369号線が通るブラウンの橋、近くオスカービルの街で 午後にメイクロウがおばの家に向かっている時に近隣の農場で労働者として働いているアーネスト・コックスに襲われた。コックスは森の中にクロウを引きずり込み頭を石で殴り強姦した。コックスはその友人が教会から近くの道路を家に戻っているのを聞き死んだと思ったクロウを森に放置し友人にはそのことを話した。オスカー・ダニエル トラッシー・ダニエル及びその同居しているボーイフレンドのロブ・エドワーズが現場に連れて行かれた。メイクローは死んだと思われ、半分裸で血の海に浸かって森に残されていた。クロウは翌9月9日朝に発見された。重傷を負ったコックスは短時間意識を取り戻し、襲撃者としてコックスの名前を出すことができたが、どの新聞にもこの記録は載らなかった。 現場では、コックスの持ち物である小さな丸い手鏡が発見され、コックスを犯罪に結びつけた。その朝コックスが逮捕され、その時点では自白した。カミングで2日前にトラブルが起こっており、コックスがまず、ゲインズビル市監獄に収監された時に、臨チを目指したボートがゲインズビル市に集まり始めたので、コックスはアトランタの監獄に移された。 翌9月10日火曜日朝、コックスが現場に連れて行ったコックスの友人がメイクロー襲撃に関連して逮捕された。オスカー・ダニエルとロブ・エドワーズは合姦を行った容疑で、トラッシー・ダニエルは犯罪を知りながら通報しなかったことで共犯者として黒人の隣人であるエド・コリンズは目撃者として拘束された。リンチボートを引き起こす可能性が無視されたまま彼らは 小さなカミングの監獄に拘束された。アトランタジャーナル紙の記事では、リード保安官が黒人容疑者をリンチするために車を止めようとした2000人のボートの中を運転していったと報じていた。数時間のうちにボートの数は4000人に膨れ上がり、監獄に殺到した。リード保安官は囚人を守るために、副官のミッチェルラマス一人を残していた。 ラマスは囚人を隠したが、ロブ・エドワーズがその独房にいる間にボートに撃たれた。ボートはその体を鉄製タイヤで切断し、荷車の後に繋いだその体を、広場の周りで引きずり、メインストリートとトリブルギャップ道路の交差点にあった、電話柱に吊るした。クロウは、一晩中冷たい空気に放置され、ほとんど裸同然で見つかった結果として、肺炎を患い、 二週間後の九月二十三日月曜日に死んだ。その一週間前に19歳になっていた。九月三十日月曜日、オスカー・ダニエルとアーネスト・コックスは強姦と殺人容疑で起訴された。トラッシー・ダニエルとエド・コリンズも凶暴で起訴された。1912年10月二日に撮影された被告の写真、新聞では生命を明らかにしていないが、左から右に、 トラッシー、ダニエル、オスカー・ダニエル、トニー・ハウェル、エド・コリンズ、イザイア・パークル、アーネスト・コックスと考えられている、エレン・グライス号館容疑者のトニー・ハウェルを含め5人の裁判は、軍庁所在地のカミングで10月3日木曜日に行われることになった。囚人は、ビューフォードまで列車で周辺4個中隊に護衛されて、移送され、そこから先は残り14マイルを歩いた。 アトランタ・コンスティチューション10月4日付の記事では、豪姦容疑のコックスは、裸足の田舎者ニグロであり、青いオーバーオールと色あせた青のシャツの二つを着て、いるだけである。額の狭いゴリラのようなニグロであり、その態度は、今日の裁判を通じてそうやそのものだった。およそ23歳である。オスカー・ダニエルはいくらか若く、もう少し人間らしい要望だが、 裸足で残忍なタイプのものに属している。と表現していた。トニー・ハウェルは証拠不十分で先送りにされた。トニーは証人のイザイア・パークルとのアリバイがあった。この事件はその後取り消され、裁判が行われることはなかった。エド・コリンズとトラッシー・ダニエルに対する告訴は、トラッシーがその供述を変え、突然司法取引でその兄弟に対する不利な。 証言をすることに同意したことで免ソになった。トラッシーは、アーネストが犯罪現場に彼らを連れて行った後、弟のオスカーと同居ボーイフレンドのロブが、一晩中交互に苦労を強姦し、トラッシーはランタンを持って、それを見ていたと証言した。アーネスト・コックスの裁判は、自白、証拠及び多くの証言でスムーズに運んだ。全員が、白人の陪審員は16分間の競技後に、 有罪判決を持って戻った。オスカーについては自白も証拠もなかったが、姉の供述のみで有罪となった。やはり全員が白人の陪審員は46分間の協議後に午後9時45分、有罪判決を持って戻った。翌10月4日金曜日、二人の被告は10月25日に非公開公式刑を行うと宣告された。州法によれば、処刑は犠牲者の家族、 牧師、執行官を除き、非公開とされていた。処刑の時になると、カミングの広場近くにあるアンセルストリクランド博士の庭に処刑台が建てられた。処刑台の周りには、塀が建てられたが、市民が処刑前夜に、それを燃やしてしまった。5000人内市8000人の群衆が処刑を見るために、集まった。軍人口が1万2000人ほどだったことを考えれば、 これは大きな数字だった。それから数ヶ月のうちに軍内に住んでいた黒人の98%が軍を離れたと推計されている。ナイトライダーズと呼ばれる小さな集団が黒人を襲い24時間以内に立ち去らなければ殺すと脅したとされている。黒人が去ろうとしなければその家に銃弾が打ち込まれあるいは家畜が殺された。それを止めようとした白人もいたが 恐怖の方が強かった。反国人浄化運動は北ジョージア全体に広がり、周辺軍でも同じようなことが起きた。1920年の国勢調査では、フォーサイス軍に住む非白人は30人しかいなかった。その加算を売却した者がおれば、そうしなかった者もいた。曲がり人は去っていくだけだった。その資産を放棄した者はそれを失い、 州法によって隣人が7年間税金を払えばその資産を合法的に所有できるとしていた。2010年の国勢調査でも、法イすぐ人口の85%は白人である。クークラックスクランの動きが始まったのは3年経った後のことであり、リード保安官や陪審員の数人がメンバーに入っていたとされている。モリス判事と被告弁護人のフレッド・モリスは、 3年後に起きた、レオ・フランクのリンチ現場に居合わせた。アーネスト・コックスとオスカー・ダニエルは、ジョージア州で処刑された者とにして、最年少の部類だった。17歳未満で犯罪を犯した者への処刑を、禁じたのは1978年になってからだった。1980年代の更新とでも近年、人種的に多様な市民が、特に裕福な南部に入ってくるようになった。しかし、 1990年代初期に入っても、軍のイメージには人種的な緊張感が続いていた。1987年1月17日、カミングで公民権運動家の更新でこのことが取り上げられ、これに対抗して、クー・クラックス・クラン支部と更新に反対する人々の対抗デモがあった。ニューヨーク・タイムズが1月18日に掲載した話によれば、4人の行進者が、 互いに投げ合った石や瓶で軽傷を負った。反デモの参加者8人、全員白人が逮捕された。基礎理由は、不法侵入と武器を隠し持っていたことだった。当初この更新は、フォーサイス軍民チャールズ A ・ブラックバーンが先導するはずだった。ブラックバーンは自分が私立学校を所有運営するフォーサイス軍から人種差別のイメージを払拭することを望んだ。 ブラックバーンは脅迫電話を受けた後に、その計画を止めた。近隣軍の別の白人や衆議会議員で、アトランタの J.E. マッキニー、アトランタ市政委員会委員のホセア・ウィリアムズが、その代役を務めた。翌週の1月24日、約2万人の公民権運動活動家がカミングを、更新した。フォーサイス軍防衛同盟に召集された5000人以上の、ハンデモ参加者は、 約2000人の公安職員と周兵がいたこともあって、この時は暴力沙汰が起こらなかった。この政治デモに対して動員された警官の時間外手当について、フォーサイス軍は67万米ドルを払った。この出費について、デモ参加者の大半が軍外からの者たちだったので、軍民の間に怒りの声が上がった。2回目の更新に先立ち、フォーサイス軍保安官、 ウェズリー・ウォルレイ文に行われたインタビューは VS ネーポールによる南部の代わり目に収められている。このデモは1970年以降で国内では最大の公民権デモだと考えられている。6000人ほどの反デモ参加者のうち66人が許可なしのパレードで逮捕され、1960年以降では最大の反公民権逮捕者数となった。この反デモは 愛国運動と呼ばれ、地元廃漢校のマーク・ワッツが新しく組織化していた。最初の行進は、フォーサイス軍が黒人来訪者にその頭に太陽は降りさせないと警告した軍であるという繰り返された声明で唇を切られた。行進者は、軍全域からバスで到着し、アトランタからキャラバンを形成し、1時間近いバスの経路に沿った高架橋では、 周辺の監視下に置かれた。行進者が到着した時、カミング市民の大半はその日のために街を離れており、ある者は暴力を恐れたので家の窓を釘付けにしていた。行進者は数百人の武装周辺が並ぶ中、通りをゆるり曲がり進んだ。目撃者によれば2万人の参加者のうち少なくとも3分の2は白人だった。フォーサイス軍はパレード許可について、 多額の過量を犯したが、1992年6月19日のアメリカ合衆国最高裁判所、法イス軍対愛国運動事件判決で、その実行を差し止められた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は247.37平方マイルであり、このうち陸地225.80平方マイル、水域は21.57平方マイルで、 水域率は8.72%である。アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の公共教育は、フォーサイス軍教育学区が管轄している。児童生徒数は3万6000人近く、上勤職員4100人以上と補助員1500人を雇用し、軍内最大の雇用種である。 州内180の教育学区の中で、その規模は、第9位である。小学校20校、中学校9校、高校5校に加え、創造教育アカデミーも、合計35の施設がある。創造教育アカデミーは、放イスアカデミー、夜間アカデミーとヤッチブバーチャルアカデミーの2校があり、他に教育学区のオンラインスクール、一つの教科、ゲートウェイアカデミーを提供している。 アメリカ陸軍工兵司令部が建設し維持している。面積3万7千エウェーカーのシドニーラニア湖は、住人、非住人を問わず、楽しまれている。釣り、ボート、タイヤ乗り、ウェークボーディング、水上スキーなどが行われている。フォーサイス軍公園、レクリエーション部が、軍内15以上の公園を維持している。中でも著名なのは、スワニー山保護地、セントラルパーク、ファウラー公園、 プールズミル、屋根付き橋、ビッグクリークグリーンウェイである。カミング祭事広場では、ロデオ、カミング群祭、ファーマーズマーケットなど、年間を通じて多くの行事がある。ゼアイオールソーザーニュアル4時ライスティームエンジンパレード。ありがとうございます。